ごほ、ごほ。ヘイトビヒ、いきなり呼び出してすまない。いえ、オルドゥルフお兄様。何のご用でしょうか？言いにくいことなのだが、お前の結婚の件、また。さようでございますか。あの女が手を回したのですね。そう、そんなことはないぞ。とにかく、お前もいい歳だ。ゲッテンゲン伯爵の称号を与えるから、領地経営に頑張ってみるというのも良いかと思ってな。お気遣い、ありがとうございます。オルドゥフルお兄様。隣の領主は、我が息子のマグヌスだ。マグヌスのこと、守ってやってほしい。承知いたしました。で、私はいつ、ゲッティンゲンに向かうことになるのでしょうか？も、申し訳ないが、この後すぐに向かってくれないだろうか？優秀な相談役の、葵も先に送ってある。だから。わかりました。では、すぐにここを出て行きますわ。あの女によろしく。まったく、嫌な女。狂心的で、頑固で。だが、忍耐力がある。ブルーチルド、わしはとんでもない狼親に放ってしまったかもしれない。考えすぎですわ。たかが生き遅れの女一人に、何ができましょう。だと、良いのだが。ヘイトビヒ様、お帰りなさいませ。おや、そちらの殿方は？私の夫よ。急いで、彼の部屋も用意してちょうだい。まあ、待ってください。ゲッティンゲン伯爵となられたあなた様が、こんな、どこの馬の骨ともわからぬ庶民と結婚なさるなんて。ヘイトビヒ様にふさわしい、立派な貴族様がきっといらっしゃいます。ふふふ、そんなことしたらまたあの女に邪魔されるじゃない。今は私が仕方なく庶民と結婚するほど落ちぶれたと思わせた方がいいわ。それに彼はアングリア公爵領内一の天才よ。とにかくこれは決定事項。いいわね。あ、はい。あの、あなたは大丈夫でございますか？その、いきなり連れてこられて今までの生活が一変しちゃうと思いますが。今まで節制して暮らしてきましたし、住めば都と言いますか。どんなところでもうまく生きていけると思いますよ。でも、誘拐同然に連れてこられて、結婚というのは、男性としてのプライドなんかは？ははは、こんな面白い人生を歩めるのは私だけでしょうな。コプケは寛大な男なのよ。そんなことは気にしないわ。寛大とは違う気がする。さて、次は何をすればいいかしら？今後、ヘイトビヒ様が、どのような生き方をされていくのか、明言なさっていただけますと、私のような家臣や下々の者たちは安心すると存じます。なるほど。私、自由の身になったら、男のように、軍を率いてみたかったのよ。では、騎士道精神で、領内を治めていくということでございますね。そうね。そのようにみんなに伝えてくださるかしら。受けたまわりました。そういえば、オルドゥルフお兄様から隣のマグヌスを守ってやってほしいと言われてたわね。同盟交渉の使者を出しておいてくださるかしら。はい、受けたまわりました。あと、ヘイトビヒ様をお助けする評議会のメンバーがお目通りを願っております。すぐに会いましょう。承知いたしました。私は、一旦外しますね。我ら評議会一同、これからヘイトビヒ様を誠心誠意、お支えしてまいりますぞ。はい。よろしくお願いしますね。丁寧なご挨拶をありがとう。下がっていいわ。はは、失礼いたします。みんな、あまりいい顔をしていなかったわね。女性の伯爵というだけで、顔をしかめる人は多いですからね。こればかりは仕方ないわね。さて、ゲッティンゲン伯爵領というのはどんなところなのかしら？一番特徴的なのは、ランメルスベルク鉱山ですね。銀や銅が採掘できるので、とても潤っています。ああ、
これはいいですね。お金には困らなさそう。これならすぐに行動を起こせそうね。葵、さっき帰らせたばかりですけど、評議会のメンバーを呼び戻してくださる？はい、承知いたしました。帰れとおっしゃったり、戻れとおっしゃったり、月天元伯爵様は気まぐれでいらっしゃいますな。あら、私は頑固だとよく言われるから、そう言っていただけると嬉しいわ。皮肉を皮肉で返しやがった。で、どのようなご用件でございましょう？ねえ、シッサ。このハルツ山地の周辺は、すべて私のものだと思わない？いきなり、何をおっしゃいますか？ハルバーシュタットは私のもの。そんな証拠が見つかれば、あなたの教会が立派な建物になることでしょう。それはつまり？ひょっとすると、この鉱山の銀の一部がイエス様の導きによって、あなたにもたらされるかもしれませんね。少々お時間をいただきますぞ。はい。頑張ってくださいね。アーノルドは、徴税任務より、領内の開発に力を入れてちょうだい。はは、承知しました。では、下がっていいわ。はは。待ちなさい。え？密偵頭だけ残りなさい。ええ？ゆっくりと、お話ししましょう。はわわわわわわ。ヘイトビッ様、カッセル伯マグヌス様から同盟締結のお返事が届きました。親愛なるおばよ、貴君を味方とお呼びできることを光栄に思います。素晴らしい知らせね。それとコプケ様との婚姻の手続きも終了いたしました。葵、これを機会に私分家を作るわ。これからの私はヘイトビヒフォンハーゲンよ。ヘイトビヒ様、本格的にビルム家から離れるおつもりなのね。あなた、どうしてそんな格好をしているの？え、騎士として私も戦場に出るんだろ？あなたは戦場に出てはダメよ。万が一のことがあったら困るもの。でもこれは命令よ。あ、はい。じゃあ、こんな格好でいいかな？とてもよく似合っているわよ。ところで、結婚祝いの件だけど、どうするんだい？徴収する必要はないわ。この結婚を、みんなに祝福してもらいたいもの。うん、私も庶民の出だからね。そうしてもらうと助かるよ。良い結婚式でございましたね。改めまして、ご結婚、おめでとうございます。ありがとう。早速だけど、葵、工場兵器を常備軍に組み込んでおいてちょうだい。はい、受けたまわりました。1067年5月1日、ヘイトピヒ様、アングリア公オルドルフ様から書状が届いております。我が家臣へ、影響力のある女伯爵タルキ公が我が評議会で発言権を持つことは当然である。この事実から、私はここにアングリアにおける、密偵頭の地位を授けたいと思う。ありがたく、拝命いたしますわ。おめでとうございます。ヘイトピヒ様。これは、絶大な信頼の証でございますね。確かに、オルドルフお兄様の命は、私の手のひらの上ね。ヘイトピヒ様。安心して葵。暗殺なんてしないわよ。でも、お兄様の命は、それほど長くはなさそうね。きっと、あの小悪女から、オルドルフお兄様の魂をイエス様が救い出そうとなさっているのね。何それ、怖い。1068年7月14日。コプケ、私、あなたの子を身ごもったみたいですわ。おお、素晴らしい。無理をせず、体を大切にするんだよ。ありがとう。でも、私には、やらねばならないことがあるわ。ヘイトビヒ様、ご機嫌いかがでしょうか？
大昔の出所不明の資料を漁り回り、ようやくハルバーシュタット伯爵領が正当な宿女たるヘイトビヒ様のものであると主張できる証拠を取り揃えました。あとは叱るべきところに配る幾ばく可能金があればいいわよ。必要なだけ持っていきなさい。ありがたき幸せ。葵。はい、ヘイトビヒ様。この手紙をハルバーシュタット伯エクベルト殿に届けなさい。これは宣戦布告よ。私の土地は速やかに返していただかないとね。受けたまわりました。さあみんな私に続きなさい。全軍召集よ。ヘイトピヒ様ご自身が指揮を取られるのですか？危険です。あら、私が命を懸けずにどうして兵士たちに命を懸けろと言えるの？そう、それはそうですけど。葵、マグヌスに参戦要請をしておいてちょうだい。内向的なあの子にちゃんと戦場の空気を味合わせてあげたいわ。受けたまわりました。それっていじめなのでは？さあ、皆さん出陣よ。ヘイトピヒ様、カッセル伯マグネス様からお返事が届きました。親愛なるオバウエ、もちろん参戦いたします。敵にカッセルの兵士たちの恐ろしさを思い知らせてやりましょう。素晴らしいわね。マグネス様と無事に合流できましたね。敵は我々との決戦を避けてグライヘンシュタインを攻撃しているようでございます。でもエクベルト殿は工場兵器を用意していなかったみたいね。ハルバーシュタットを陥落させたら決戦を挑みましょう。承知いたしました。まもなくハルバーシュタットの包囲も終わることでしょう。ヘイトピヒ様、ハルバーシュタットの占領が終わりました。ではグライヘンシュタインに向かいましょう。ヘイトピヒ様、いかがなされたのですか？生まれる？君も赤ん坊も無事でよかった。死ぬかと思ったわ。でもこれが私の子、完璧で小さな娘。名前はどうしようか？もちろんカトリックの良い名前にするわ。エリザベート。あなたはエリザベート・フォン・ハーゲンよ。あなた、この子をお願いね。私は敵を打ち破ってくるわ。十分気をつけて。兵力で十分をしていけるのだから無理はしないように。ありがとう、分かっているわ。葵、敵はグライヘンシュタインの攻略を断念して逃げ出しています。この一撃で終わらせるわ。全部この戦争の元凶たるエクベルトを捕らえるのです。ヘイトビヒ様、エクベルトを捕らえました。よくやったわ。さあエクベルト、この書類にサインをするのよ。ぬ、この忌まわしいヘイトビヒ姫、ムベなるかな。皆さんお疲れ様、お家に帰りましょう。カラリッチ、ハルバーシュタットの支配率を高めて完全に私の土地にしてちょうだい。承知した。シッサ、はは、次はブランケンブルク伯爵領の請求権でございますな。さすがね、話が早くて助かるわ。おめでとうございます、ヘイトピヒ様。これでハルバーシュタットは我々のものでございます。これでアングリア公爵領でも指折りの女伯爵様です。ヘイトピヒ様の夢が叶いましたね。あら、私の夢は女王になることよ。兄弟、それは血肉を分けた他人とは違う別格の存在。長兄の死によってアングリア公爵領のパワーバランスが崩れ始める。ヘイトビヒの兄ヘルモンはマグヌスの支配に抗い、
ヘイトビヒとの連携を深める。そして、ついに彼は、ヘイトビヒに決起を呼びかけることになる。この二人の兄弟の蜜月は、ヘイトビヒの小さな兄弟たちに、大きな変化をもたらすのだった。次回、兄弟と兄弟。お楽しみに。